দেখুই।誕生日おめでとう。本当に立派になったね、ナルト。俺たちは下校の。いつまでもここにいるわけにはいかない。お別れだ。いろいろ伝えておけよ。みんないいやつなんだ。まったりからしもないって自信つくのかな。それは誰よりあったんだよね。もちろん三代目や高橋先生の言うこともちゃんと聞いてたぞ。尊敬するし、ここにいるから直接聞いてもいいってばよ。それと忍びの3人でやつダメダメだったけど、エロスインには3人としてはかっけえ忍びで一番尊敬するんだ。俺ってば今日17歳になったばっかだから酒もまだよくならない。とにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。君だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すおかげになる、絶対になるからな。心配なくすんだって。分かった、全部しっかり伝えておくよ。